2006年のチャージド GBH のライブ GBH もしくはチャージド GBH は1978年にイギリスのバーミンガムで結成されたハードコアパンクバンドディスチャージラと並ぶイギリスハードコアパンク界の重鎮であるバンド名は当初 GBH であったが同名バンドがいたためチャージド GBH に改めたしかし現在では単に GBH と呼称した場合でも、ロックでは、トーバンドを指す場合がほとんどである。ランシドのフェイバリットバンドとしても知られる。結成当初は時節柄、セックスピストルズの影響下にある、パンクロックを演奏していたが、次第に、バーミンガムの先人ブラックサバスや、モーターヘッドといった、ハードロックの影響も受け、ハードコアの思考を明確にする。 1980年代初期には100クラブでのギグを、はじめとし、英国、米国でツアーを行った。ディスチャージのレコード会社クレート契約後、1982年ファースト LP、シティベビーアタックドバイラッツを発表。このアルバムは、歌詞の面においては、英国、欧州文化への非難、暴力、狂気に顕著である、無神論、虚無主義、不条理を扱っている。 音楽面においてはうるさく、早く、短くを心情としている。1983年には、バンド名を、GBH に戻している。ポストパンクの様相を帯びる傾向のあった多くの初期、パンクバンドとは違い、GBH は続くアルバムでも彼ら本来の UK82、サウンドに忠実であった。しかし、特に1992年発表の、 チャーチ・オブ・ザ・トゥルーリー・ワープドに顕著に見られるように、メタル色の強い実験的な作品も発表している。ランシドが、自身のアルバムの一曲である、You Want It, You Got It にて、GBH を聴いて俺は決意した、パンクロックが俺の宗教だとと歌い上げるほどの、リスペクトを受けている。なお、ランシドのティム・アームストロングのオファーにより、 彼自身が運営するヘルキャットレコーズへの移籍が決定し、2010年4月には、2002年のアルバム、はぁ、あ、はぁ、あ、以来、7年半ぶりとなる10枚目のスタジオアルバム、パフュームピスをリリースした。ありがとうございます。